7月末に開催されていた国内女子ゴルフの楽天スーパーレディースが来季は開催されない方針であることが5日、関係者の話で分かった。同大会は日本女子プロゴルフ協会、j ュ g a が主催し、21年から3年間の契約で楽天グループが特別協賛していた。現状では同週に加え、今季試合のなかった7月第3週も秋週のまま、 来季は計2週がオープンウィークになる見込みという。写真、昨年大会の優勝はこの人。また、ガ川来季24年から3年間、日本女子プロ選手権にソニーグループが特別協賛すると発表した。大会名は、ソニー日本女子プロゴルフ選手権となる。